はい、2015年慶応の問題を説明します。K さんは近所の河川水の COD を測定するために以下のような実験を行った。採取した河川水 100ml に 5.0 ノルマリットル硫酸を加えると。で、1は A ノルマリットルのカマンガン酸カリプリオと X ミリリットル加えると。これはポルペルって言ったよな。この液体を30分間沸騰させて、すぐに B ノルマリットルの硝酸化という水溶液を Y ミリリットル加えると。この水溶液を2番 A モルマリットルのカマンガン酸カリ水溶液で適定したところ Z ミリと用意した。これ2番は、これはビュレットやな。次、これ2番からいきます。採取した河川水 100ml 中に含まれる C 酸化物が放出した原子の物質量及び COD を求めなさい。これはね、こう有機物があってな、有機物。で、こう、カマンガン酸カリウムでこう、適定するな。適定する。で、そやけど、途中で臭酸をこう、これな、臭酸。臭酸になってくる。まあ、臭酸にしとったな。臭酸。で、この臭酸、余分な量をまた、カマンガン酸によって適定となります。ね。で、この、カマンガン酸の、物質量というのは、まあ、こうやな、マンガンイオンに還元されて水が生じて、で、これ硫酸が必要やな、5倍になっていきます。で、COOH はね、これは、COOH はこの、まあ、塩基二性と考えたら、ここはプラスだやな。これは、中が CO2、2倍の CO2 で、2倍の H プラスと2倍の P マイナスと。で、O2 は2倍の H 規模で、ここ4倍の H プラスと4倍の P マイナス。で、これで、このカマンガン酸イオンね、今、ミリリットルやけど、まあ、リットルと考えて、あと10のマイナス3乗にしましょうか。で、これは5倍の威力あるから、5の最初 X で何倍だったかな、 XA で、で、あとはこう Y やな、 AZ ってな、こう Y で低いな、還元体を引かんのかな。これは臭酸、ナトリウムだから B モルバリーという Y やろ、 2BY やな。ここは、どうってしてるのは、これ電子5倍になられるからね。で、ここ、2ってしてるのは、電子5になられるから、こんな式になりますよね。こんな式で、ええか。な。で、これの、今、ミリリットルだから、10のマイナス3乗にしますよね。そんだけが、中には電子だな。で、COD はね、この OXA、プラス 5AZ92BY で、これかける10のマイナス3と、これが E マイナスのモルやけど、かける4分の1、ここね O2 これ4分の1だからね、でこれは O2 のモルな、でかける32にすると O2 の裏で、かける10の3乗にするのかな、10の3と違うね。これかける、これはミリグラムだからな。ミリグラム。で、ただし、これは100ミリリットルかな。100ミリリットルからリットル2回やなかったら、これ 0.1 リットル今な。割ったら、これとこれが消えて、で10倍して、80やな。10倍して80。80の 5AX プラス 5AZ マイナス 2BY。なんか、これ単位はミリグラム、まあ、リットル、COOH、はい、どうぞ。